カットバセボールチャンネル、ネット広辞苑。クイズ対決！イエーイ！はい、今回も出題は2問です。うん、これで1問正解で50ポイントに加え、問題にまつわる即興トレピアを各5点、こちらですね、で評価していって、そちらでポイントを争っていただきます。では、第1問。はい、甲子園、投手勝利数ランキング2位は、甲子園で投手勝利数、はい、ランキング2位。1位も分からない。難しいな、ちょっと。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ドン！全員間違った僕、松坂大輔投手。なるほど。はい。はい、平さん。僕、権藤さん。権藤のどうこの、この字よ。違う。違う。いや、なんか言うたって。いや、ちょ、ほんま怒られると思いますよ。大レジェンド。大レジェンドですよ。え、どんな字なんですか？どうは。藤の字。あ、藤。あのね、この字の人、多分日本におらんよね。おらん、おらんわ。聞いたことないですけど。はい。権藤さん。はい。あの、坂東権藤、ちゃんとやれよ。はい。ほんまに怒られると思う。斎藤佑樹、違うんだよな。じゃあさ、皆さんさ、1位は分かってるわけですか？ 1 位は分かります。はい。ちょっと、黙っといてね。じゃあ、はい、1位は誰ですか？坂東さん。あのね、この子、ええ子やね、ほんまに。ええとこあんねや、ほんまに。はい、グッチ、1位。桑田真澄さん。そうです。わー、正解です。はい、もう、桑田真澄ですね。はい、20勝3敗。はい。20勝3敗ですよ。これ、シーズンに例えてもすごいよね。すごいですね。ね。はい。これを甲子園でやっちゃうという。で、ちなみにですね、第2位は、ほとんどの人が当たらないと思うんですよ。はい、もうここからトリビア入りますよ、はい、はい、当たったら10点あげます。志摩誠一さんですか？違います。勝利数は14勝1敗。14勝1敗、はい、これで2位なんですよ。めちゃめちゃ勝ってるな。はい、年齢は62歳あ1961年7月10日生まれ。バンビ坂本。えバンビはもっと若いよ。ヒントいきますね。猪島高校です。あ、石井さん。正解。石井さん。はい、石井さん。はい、上条さん10ポイント。じゃあこのままトリビア続けるよ。14勝1敗。はい、はい、第3位が2人います。早間勝ち。え、松坂。ブ。斎藤幸。ブ。ちなみに12勝されてます。12勝も2人いるの。2人。野村ひろきさん。ブ。荒垣さん。ブ。藤浪。ブ。荒木大輔。はい、正解。はい、5点差し上げましょう。上条さん、はい、もう一人いるんですよ。もう一人はこの人は古いね、多分ね、横浜商業高校です。倍賞、倍高、誰やろ。三浦。はい、正解。すげえ。すごい。何ポイントですか？5点。はい、では第5位がもう出るの、そこで斎藤佑樹。ブ。松坂。はい、正解。はい、5点。藤浪。もう一人、もう一人いるんです。あ、違う。はい、もう一人は興南高校。あ、島袋。正解。2人とも同時。5点5点。うわ、すごい。はい、ということで第2問いこう。はい、では自動フリップをマッサルお願いします。松坂と島袋さんは11勝です。あ、11勝なんですね。はい、石井武さんが14勝なんですね。だけど松坂はなんとこの6人の中で唯一なんでしょう。え、春夏連覇。違う。え、眉毛が太い。呼んであげる。これ面白いのいいよね。はい、あ、こんなんいいですか。いいいい。投げた試合全部勝ち投手になってる。そういうこと。あー、惜しい。まあそれは事実なんだけど、要は正解言っちゃうと負けてないです。あー、あ、負けなしです。はい、11勝0敗なんですよ。初連敗だからね。他の人はみんな一応1敗以上してるんですよね、うん、はい。まさか一学年でやってるのがすごいですね。あ、うん、他の人は結構学年2学年とかでね、やっぱりするんですけど、ね、一学年で11勝ですからね。オッケー、第2問。第2問。甲子園通算本塁打数ランキングトップ10。2位の残り1人は誰？はい、これはまず言いますよ。1位は誰もが分かると思うんですけど、清原さんですね。清原さんが13本なんです。で、2位が桑田真澄。うん、これ、6本で2位なんです。で、もう1人は誰でしょうって問題です。はい。6本打ってる人がもう1人いるんです。中村翔成さんがいて、あ、そう、中村翔成さんも、ドロップなんですけど、3人いる中の
残りの一人は誰だってやる。はい、いきます。せーの、ドン。元木元木、うぐもり。何うぐもりって西木高校の4番の いい選手ですよね。はい、正解は元木大輔さん。はい、はい、正解50点50点。そしてうぐもりさんは入ってるんですね、5位に。なので5位だから10点あげます。ここからトリビアです。2位が3人いるっていうことは同率だから2位3位4位まで埋まったんで、今それでうくもりさんが5位って言ったじゃないですか。この人5本なんですよ。で、あと2人5本の人がいるんですね。1人は分かりますよね。はい、自分です。しょうがねえな、5点やるわ。さあ、残った1人は誰でしょう。はい、平田さん以降のことちょっと切っちゃってるんで持っているかもしれない。あ、そうなんだ、はい、じゃあ平田さんよりも上の人っていうことでやりましょう。はい、吉本亮さん。ブ。これトリビア20点あげよう。古木さん。ブ。あ、森友哉。ブ。あれ、年上ですもん僕より。あ、そうか。めちゃめちゃ有名な人です。多分ね、今年齢的に40代以降の人ならめっちゃ知ってますよ、この人のこと。松井秀喜さん。ブ。僕はプロ野球で通用するのかなと思いました、この人。一番の理由は体型です。あ、香川さん。正解。おお、はい、ドカベンや。ドカベンや。そう、ドカベン香川。香川伸幸。すごい。はい。香川さんは、今は亡き波将ですね。そうですね。牛、はい、島香川のね、バッテリー。波将って何になったんでしたっけ。大阪大会。あ、大将大か。大体大会。大体大会か。はい。になったんですよね。はい。ということで、トリビア点数集計してください。はい。では、発表お願いします。はい。第3位。グッチーさん10ポイントです。何しよう。はい、はい、第2位惜しかったんですよ。惜しかったね。平田さん80ポイント。おー、はい、そしてやっぱり第1位は4ポイント差、84ポイントで上條さんです。おー、さあ、俺が入れたこのこれがこれが決め、はい、あ、これ聞いたっすね。決めてました。眉毛太い。はい、眉毛さ、はい、まさかの。トリビアでも何でもなかったから。いや、運も持ってるわ。はい。はい、ということで、上條さんがずっと連勝記録を伸ばしているっていう。そうですね。もう、相撲の1位に、はい。どうもありがとうございます。映像入りなんで。はい。どうですか、本心で言ってください。はい。大したことないね、これ。うなり。ちょろかったっすね。よし、今度はもっと高度な戦いをね、皆さんにお披露目しましょう。はい、はい、では今回のクイズ対決が良かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。では今回はこの辺で、さよなら。さよなら。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。